はい、まあな、集会で、ね、昨日の学年集会で、お前が携帯をポチポチ触っていたということを、まあ、俺が見て、で、誰かと思ったら柔道部だったんで、まあ、生徒指導の俺と、まあ、柔道部監督の宮田先生に今から指導するけども、はい、何を考えてるんだよ、お前、はい、お前、何考えてんだ、本当に。はい、じゃないだろ、なぜ触ってたか答えろ。いや、柔道の動画見て研究してました。研究するのはその時間じゃねえだろ、お前。学年集会っていうのはいろんな先生が話して、な、先生がいろんな大事なこと話してる最中なんだよ。いや、別に大事なことで僕は文句を言うな、文句を。じゃあ研究の時間あるんですか。なあ、何研究の時間あるんです。そんなのな、練習終わり家でやれ。いや、そんな時間と場所、それを考えろ。夜の12時まで練習して手間をかけさせるな。どこに研究する時間があるんです。なるか、12時まで練習したって深夜の4時までにじゃあやればいいだろ、研究。そうだよ、サッカー部って深夜2時までやっとるわ、最近練習。いや、そんなサッカー部とかそんな関係ないですよ。今柔道部の話。関係あるよ。関係ない。柔道部の話じゃない。柔道部じゃない。学校のルールの話をしてるんだよ。いや、僕は柔道強くなりたいんですよ。ダメだダメだ、そんな関係ないよ、全く。いや、それで京都先生もちょっと来てください。もうこの子ダメです。あ、山田先生も来てください。ミーティング中にその携帯見て、柔道別に弱くなる強くなるんです。何を言ってんだ。柔道強くなる弱くなるの問題じゃ、学校のルールの範囲でやれって言ってんだよ。お前アホなの。いや、僕は有効活用してる。ダメなことはダメ。いや、研究して何が悪いんですか。柔道強くなる、研究はいいことだよ。その時間にいじる、それがダメだって言ってんだよな。じゃあその時間を設けてくださいよ、練習中に。何を言ってんだこいつは。なんでその時間なんだって話をしてんだ。練習が長いって言ってるじゃないですか。何を文句ばっか言ってんだ。いや、文句とかじゃない、事実を言ってるだけっすよ。反論か、お前は。なあ、いや、反論とかじゃない、事実。何言ってんだって。やだ、その研究の時間作ってくださいよ。練習時間、練習終わりやれ。いいんだろ、そんな。いや、そんな時間ないっすよ。言ってんだお前、本当に。夜の12時まで練習して、そんな時間どこにあるんですか。何な練習してんの。